あのさ、囚人、戻りました。主の前だぞ、姿勢を正せ。お前が手繰り寄せた絵にし、実に興味深い。皆社会から一方的に烙印を押され、そしてそれに抗う者というわけか。気づいているか、お前の心も彼らに触発されているようだ。社会の異端者、言うなればピカレスク、その者たちとの絆をより深めるのだ。それがお前の個性への力となるだろう。楽しみにしている。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。より一層の更生に励むがいい。そろそろ時間だな。サイさんの妹さんだよね。少し話せないかな。
怪盗団のこと？明智くん？察しがいいね。鴨志田と斑目の事例で何か共通点はないのかなってさ。被害者が出てるんだし、怪盗団のことは追及しないと。怪盗団を否定しているのに怪盗団の実在は疑わないんですね。ああ、テレビ見てくれたんだ。真実を追いかけるのに常識が邪魔になることだってあるからね。彼らがいるって考えた方が多くのことに辻褄が合う。これ、お姉ちゃんに言われて。たまたまだよ。なんか楽しんでません？そうかもね。え？予告回答なんてフィクション。現実でやり遂げたやつがいるとしたら、カリスマ探偵なんて言われてる身としてはライバル視するなって方が無理だろ。自己評価が高いのね。怪盗は悪で、あなたが正義？勝手に人の心をいじってるやつと比べれば、少なくとも僕は正義の側にいる。それに僕は自分に備わった才能を使って世のために奉仕しているに過ぎない。君だってそうじゃないの？私は。なんだ君、意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。そろそろ始まるな。じゃあね、サイさんによろしく。なんで私ばかり責められるの？こんな美味しいコーヒーが飲めるなんて。次が決まるまでいていいんだぞ。住み心地は良くねえだろうがな。いえ、寮に戻ることにしました。みんなと昨日一晩話をして分かったんです。俺は絵の世界に閉じこもっていたせいか、世間を、他人を知らなすぎたと。人間を描くならもっと知らないといけない。いろんな人と触れ合う必要があると思ったんです。まずは寮に戻って身近な人たちと触れ合うことからやり直そうと。大したもんだよ。よく自分で気づけたな。大げさですよ。またコーヒーをいただきに来ても？待ってるよ。彼も大変だったんですよね。マスターと彼は親戚なんですか？え？ああ、なんつうか、ただの知人だ。血は繋がってね。立ち入った質問かもしれませんが、なぜ彼を引き取ることに？理由か。似てるからかね、昔の自分に。それだけの理由で？世の中はそんなもんさ。誰かが誰かを気にかけるってのは。お前さんとこの師匠、元師匠、その人だって才能を盗むって以外にお前になんか思うとこがあったんだろうよ。俺も心の底からは憎めません。俺そろそろ。なあ、本当にいいの？え、うちなんかにはもったいないぜ。寮で俺だけが抱えているのも、後期の目にさらされるのも嫌でしょうから。何の変哲もない日常をほんの少し彩る。母もきっと同じ選択をするはずです。そうか。じゃあ預かっといてやるよ。
ごちそうさまでした。また。おーい。起きたか。感じるぞ。
ジかよ、マジかよ。いろいろ見てってください。
ちょっと。あら、ん？どうやら。良いでしょう。ふん。
ああ、それでは。では。おい。ずいぶん。こう。やめるのですか？見るのですか？と登録するのですか？囚人を他刑を執行するのですね。さあ選べ。貴様に揃えられるのか。辿るべき道は前、あなたの奇跡です。相応の代価は引き手はお持ちなさい。このペルソナを引き出すので手はお持ちなさい。公正の時間だ。刑を執行するの辿るべき道は可もなく不可もなくといったところで引き継ぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かって生まれるだろうな。生まれ変わるといい。やめるのですか？見るのですか？あなたの奇跡です。これですか？相応の代価の手はお持ちなさい。公正の時間だ。刑を執行するのですね。辿るべき道は
辿るべき道は。やめるのか？見るのですか？閲覧なさい。これでそれ以上のペルトゥレアの男ですね。構成の時間、改造の時間だ。ほほう、こうなるか。新たな姿へと。やめるのです。ジュスティーヌ、お前閲覧なさい。総合の大、あなたの力です。囚人は正しき道へ。さあ、剣を敷き、辿るべき道は。可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないが、生まれ変わるといい。集めるのです。これで良いのか。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。これはこれは。やめるのか。見るのですか。閲覧なさい。終わりですか。なんだ。何かご用ですか。では。ほう、確かに。やればできるではないか。ええ。
うるさい。おい囚人。ええ、よし。では。それでは。では。私。カロリーヌ、出番です。選ぶがいい、囚人。か、どの甲にするんだ。この甲で収監するぞ。さあこっちへ来い。見るのですか。閲覧なさい。総合の代価はあなたの力です。これでこのペルソナを引き出すのですね。あなたの力です。もう終わりか。なんだ。時間です、囚人。そうか。よし、どれにするんだ。おう。ああ、よし、どれにするんだ。そうか。おう。あ、それか。どうだ。
よし。と言っても。皆さん、こんばんは。では、行くとするか。皆さん、いや、
では、また。答えてごらん。これだ。その通りさ。
よかった。まだ帰ってなかった。新島さんからことづてよ。すぐ生徒会室へ行ってくれる？紛失物の届けが出てないから手続きしてくれって。囚人の生徒会長、新島誠さん。生徒会室は3階ね。図書室の隣にあるから。それじゃ。校長のお気に入りだか知らないけど、なんで私が生徒のパシリなのよ。新島ってお前たちを突き回してたやつだろ。一体何の用だ。率直に聞くわ、鴨志田先生、それからマダラメ、怪盗事件の真相を教えてくれない？答えられない？そうよね、認めるわけないわよね。聞いてくれる？誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。なのかな、このまま続けて大丈夫だよね。どういう意味かしら。やっちまった。恐喝なのか催眠なのか、どうやって自白まで追い込むの、教えてもらえない？こんなもの証拠にならない、そう言いたいってわけね。私はあなたたちが怪盗団だと思ってる。さっきの警察が聞いたらどう思うのかしらね。警察に直に見張られるのはまずい。お前の身だってどうなるか知れたもんじゃないぜ。君が白状してくれたら、ここだけの話にしてもいい。話してくれるよね。時間をかけるだけ無駄だと思うけど。どうぞ。おお、今どこ？便所？いつものとこで怪盗団の会議な。あのバカ、相変わらず大きな声。でもちょうどよかった。みんなにもこれ聞いてもらいたいの。お仲間のところへ案内してくれる？こうなった以上仕方ないか。あの子、友達？どうなってんだよ。どういうつもり？彼に案内してもらったの。坂本龍二君、高牧杏さん、マダラメの門下生だった厚生高校2年生北川君だよね。これのことで聞きたいことがあってね。誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。鴨志田とマダラメで酷似した犯行手口、
偶然にしては出来すぎなほどタイミングよく集まった被害者たち。疑わない方法を教えてほしいわ。君の目的は何だ？わざわざ報告しに来たのか？これどうせ言われてきたんでしょ。学園から犯罪者を出すわけにいかないもんね。自殺とかセクハラとかは見逃すくせに。大人の言いなりに使われてるだけなのに、かわいそうな人。そんなこと分かってる。え？だから確かめさせて、あなたたちの言う正義を。はあ？このことはまだ私しか知らないの。正義を証明してくれればこれは捨てる。取引か。改心させてほしい人がいるの。誰だ？できないとは言わないのね。でもそれはまだ言えない。明日放課後屋上で続きを話しましょう。引き受けてくれるって前提でね。めんどくせえことになったな。迂闊なんだよ。自覚がなさすぎるんじゃないのか、リュウジ。なんで俺だけなんだよ。あんだって録音されたろうが。ごめんなさい。おい、どうするよ。証拠があんだよな。レコーダーか。証拠にしては不十分な気もするが、そもそも手口を解明できるはずがない。あの人のことだし、またなんか罠かも。保護観察中のこいつだけはちょっとヤバいかもな。こいつがいなくなったらきついだろう。つうか警察は俺らも勘弁。ならやるしかないか。今は素直に従っておくべきだ。痛恨のミスではあったが致命傷ではない。取り戻すしかないだろう。へいへい、すんませんした。ってことでいいんだな、リーダー。明日屋上だったっけ。俺はどうしたらいい。なんなら潜入でもするか。目立っちゃうってば。ユウスケは外で待ってて。あの人何企んでんだろう。
い囚人。ジュスティーナ、閲覧なさい。このペルソナを引き出すのですね。ではお持ちなさい。もう終わりか。なんだ、せいぜいあがけよ。やあ、どうする？よかった。やるじゃないか。それじゃあまた。
いや、来ないかもって思ってた。改心させたい相手って誰なの？あるマフィアのボス。マフィア？何言い出してんだ？図に乗ってそう名乗ってるそうよ。フィッシング詐欺の元締めらしいの。最悪なのは奴らに目をつけられたら徹底的に脅され続けること。詐欺の片棒を担がされて家族まで脅迫して破滅するまで追い込む。マジかよ。うちの生徒にも被害者がいるらしいの。嘘。彼らは子供を中心に狙ってる。そのボスの名前は？さあ、わからない。彼らに脅されて誰も証言しないから警察ですら実情を把握できないそうよ。そこから調べろってこと？正義を語る怪盗団ならそれくらいやってみなさいよ。それとも明智君の言う通り正義なんて存在しないのかしら。なんかチクッと言い返せねえのか。真面目か。彼らは渋谷を中心に活動している。それだけが頼りの情報。期限は2週間、過ぎれば全ての証拠を警察と学校に提出する。私の期待裏切らないでね。完全に向こうのペースだったな。何が期待だ。くそ、上から指図しやがって。ユウスケに連絡だ。囚人学園の生徒会長です。誠が怪盗団騒ぎに首を突っ込んでいたっていうの？あの誠がどうして？揺さぶるために妹の名前を出すなんてやっぱり大した悪党ね。いいわ、嘘を言っているかは全部聞いてから判断させてもらう。ああ、もうムカつく。しかしマフィアとは。大丈夫かな。やるにしても相手の情報が少なすぎる。犯罪に手を染めてる輩どものボスだ。パレス持ちでもおかしくはないが。けどいいチャンスなんじゃないか。どこが？超大ピンチでしょう。善人ずらした悪人を懲らしめても世間は俺たちを認めなかった。しかし劣気とした犯罪者を、それも警察が手を焼く大物を懲らしめれば。そっか、みんな信じてくれるかも。なるほど、あの明智にも俺たちが正義の怪盗団だって認めさせられるわけか。どうするよリーダー。おや、いつもみたいにやれりゃできる。期限は2週間だったな。あまりのんびりもできないだろう。
俺はうちの学校に被害者がいないか聞き込みしてこよう。私も渋谷に出入りしてる子にその辺聞いてみる。じゃあ俺ネット片っ端から見るわ。お前とモルガナは学校の聞き込み頼む。鴨志田の時でちょっとコツ掴んでんじゃね。我が輩もフォローしてやる。よし、じゃあ情報持ち寄って週末の金曜あたりに集まろうぜ。また連絡入れるからよ。明日から学校で聞き込みだな。何？どうせすぐに見つかるって。ちょっといいか。いや、そのさゆりを見たくなってな。帰るなら俺も一緒に行く。店に馴染んでるな。ここに預けてよかった。さゆり。ひょっとしたら俺はもうダメかもしれん。これでも抑えている方なんだが、実は相談がある。聞いてほしい。います。最近筆が止まってしまうんだ。これまでもモチーフや技法で悩むことはあったが、少し時間を置けば勝手に治った。だが今回は違う。もがけばもがくほど底なし沼に沈むようだ。完全にスランプというやつに陥っている。俺が美術を学んでいられるのは学校からの奨学金のおかげだ。だが奨学金もボランティアじゃない。コンクールでも何でも実績を出さなくては。奨学金が断たれれば寮も出ていかねばならんだろう。今まで書きたいものだけ書いていればいいと思っていた。どこかにある純粋な美、それを追い求めることが絵を描く理由だった。あのさゆりのような純粋な美に近づきたい、それだけだった。なのに今の俺は生活のため、評価のため、キャンバスに向かっても湧くのは雑念ばかり。苦心してできた絵も俺の目には美とほど遠い。もはやこんな俺に筆を取り続ける資格があるのか。すまない、一人で先走ってしまって。ただ昔から物事ははっきりさせたい性分なんだ。中途だから今の不甲斐ない自分に腹が立ってな。だが今筆を折ることこそ最も中途半端だ。
俺は自分が納得できる絵を描きたい。これで死んでもいいと思えるような絵を。見ろ、あのさゆりを。見る者に訴えかける眼差し、輝かしいばかりの姿。あちさゆりの美はいくら模写をしても俺のキャンバスに現れ出ない。なぜだ。描き手が違うからだ。魂が違うからだ。魂とは何だ。それは心だ。心とは何だ。なぜ美を生み出すんだ。俺は心を理解したい。だがどうしたらいいのか、率直に言ってさっぱりわからない。協力してくれないだろうか。君は俺の世界にはいなかった類の人間だ。そして俺の世界を変えた人間だ。その君なら俺に何かをもたらすかもしれない。そうか、助かる。君はいいやつだな。美術の先生は今も俺の絵を評価している。上辺の出来は変わらないからな。だがこの迷い、いつまでごまかせるものか。心の濁りはいずれキャンバスにもにじむ。そろそろ門限だ。失礼する。どうした？
ナナ。新島君どうなってるんだ。マフィアを名乗る輩の被害が生徒に及んでいるというじゃないか。はあ、あんな突拍子もない話冗談だと思っていたんだよ。ただの被害者ならまだしも犯罪に関わっているという噂まで。保護者から問い合わせも来ている。一体なぜこんなことに。そう言われましても、我が子を始まって以来の失態だ。公になっては経営にも影響が。これは生徒会の監督責任だよ。解決を頼んだはずだが。一応手は尽くしています。信じていいんだね。早急に何とかしてくれ。頼む。
君だけが頼りなんだよ。期待を裏切らないでくれ。聞けば生徒の間でも君への不満が募っているそうじゃないか。このままでは私も君も学校に居場所がなくなるぞ。分かってます。もう少しだけ時間をください。最近の若いやつは。これだ。その通りだ。でね、どうしてもお金がいるの。おいしいバイトを教えて。飯田君知ってんでしょ。バイトなら他にあんだろ。え、ああそう言われると確かに。だからそのヤバくないか。フランソワ。は？は？うちの猫車で事故って、それと不治の病。嘘くせえ。というより我が輩が元ネタじゃないよな。フランソワが死んだら きっと私も死ぬ多分。やめてくれよ。それが嫌なら美味しいバイトのことを教えて。知ってんでしょ、噂になってるんだからね。噂？もしかして西山が。西山？あ、いや。ねえ、西山って何？それは勢いで押し切ったぜ。あれ演技じゃないよな。ここはアンドノに任せて、西山ってやつにも話を聞きに行こう。ねえ、っていうかなあ。ちょっといい？何か探ってるんだろ。俺も協力するから何でも聞いてくれ。西山？飯田とよく一緒だけど。そうか、飯田のこと聞くつもりなのか。それで高巻さんが飯田に。でもごめん、今どこにいるかまでは。よく遅くまで残ってたからまだ学校にいるとは思うけど。探しに行くんだったらその間俺もいろいろ調べとく。まあ好きにやらせてみるか。西山の居所は他で聞くしかないな。
西山は僕だけど、君ってあの転校生だよね。僕に何か用？バイト？もしかしてあの時の？僕は知らないよ、断ったし。あれは飯田が。まさか君が何かしてるのか。あいつ最近変だったし。どういうこと？やっぱりヤバいことなのか？放課後渋谷に行ったらセントラル街で男に誘われたんだ。美味しいバイトがあるけどやらないかって。僕は断ったんだけど飯田は乗り気でさ、いろいろ話を聞いたらしい。え、怖くて先に帰ったから。そこまでは。飯田が言うには10分で終わる、目立たないやつに向いてるとか。急に金遣いが荒くなって、その後様子がおかしくなった。知ってるのはそれだけ。セントラル街のやはり怪しいな。つまりそのバイトの内容は10分で終わる、目立たないやつが向いてる。心当たりあるか？マフィアのやつ。薬物ってやばい。薬なら封筒に入るし、持ってる。本当に薬の運び屋かよ。こりゃ穏やかじゃねえな。アンドノのところへ戻るぞ。飯田にちょ。バイトのこと教えて。まだフランソワや。なんだよお前まで。裏を取った？嘘だ。適当なこと言っても騙されないぞ。なんだよお前まで。なんだって西山が？あの野郎。ここじゃ話す気にならない。お前まで何なんだよ。みんなのいる前でバイトやってるけど別に普通じゃね。お前何が言いたいわけ？なんでその話あの人にしかしてないのに。よりによってお前に知られるなんて。そうだよ。美味しいバイトなんて言われて、薬の運び屋なんか。渡された封筒をコインロッカーに入れるだけ、それだけでうんまい円やるって言われたから。中身のことなんて知らなかったんだよ。なのにこっ、口座番号を教えたんだ。金はそれで、その後すぐこう運ぶところを取られてたんだ。金を払わなきゃ。というより僕バイトのことをネタにして僕にたかろうとか。そうなんだ。まあたかられたところで渡す金なんてないけどね。バイトのこと興味あるならセントラル街に行ってみなよ。
僕も昼間そこで声かけられたんだ。聞きたいこと全部話して。それじゃあ。ございます。ねえ、
蒸すぜ。わかんねえな。よし、揃ったな。やっぱり昼間は高校生とか多いね。しかし、これだけ人が多いと少々骨が折れそうではあるな。だよな、今日で尻尾つかんでやる。昨日の打ち合わせ通り、君はセントラル街ね。そんじゃ始めるか。怪しい奴がいたら報告な。よし、予定通り行くぞ。マフィアと顔合わせかもしれん。気を引きし、こんにちは。ねえ、ブランド品とかすぐそこで商談会やって。ちょっと仕入れすぎちゃ。このまま引き上げると上からを特別に安くしとくからさ。どう？どうする？値段次第じゃね？お、そこの君もどう？すっげえお得だよ。そっか、残念だわ。ほんとすぐそこだからさ、ちょっと寄っていきな。何かのセールスらしいな。自主的に動いてるな。我が輩たちも負けてられんぞ。
よ。我が輩たちも応援に。どれが当たりかわからんが、怪しいと思うところに行ってみろ。ボス探しの件進んでる？ならいいけど。そこのおふとりさん、暇なの？いい仕事あるんだけど。すげえ楽なやつ、俗に言う運送業的な。探す手間が省けた。高校生だよね。お小遣いだけじゃ足りないでしょ。運送って怖いもののとかですか？このお姉ちゃん面白いこと言うね。答えられないんですか？やっぱり怖いもの。あ？つか何なの？質問ばっかじゃねえな。冗談だよ、ガキ相手にマジになるかや。つか付き合ってらんねえし。あのお手数でしたら
私から直接責任者の方に伺いましょうか。うちのボス誰だか知ってて言ってる？ってなわけねえか。なんか君らめんどくせえから他当たる。あれ多分私たちが探してるマフィア。まだ確証はないからもう少し情報を集めてからの方がいいと思う。鎌かけてみたけど肝心なとこはぐらかされたしね。あ、さっきはありがとう。私行くね。噂のボスはなかなか手強そうだな。部下の教育もしっかりしてやがる。警察には尻尾をつかませないわけだ。にしてもお前度胸があるんだな。チンピラ相手にひるまなかったもんな。まあでも収穫はなしだったな。今日はもう切り上げようぜ。電話女からだな。そうだ、昼過ぎにお前宛に電話来て貴重品預かってくれてるんだと。囚人やお前のことをよく知ってたし。ここの住所調べてご主人から番号を聞き出した。あの新島やること徹底してるぜ。けどそうかと思えばお前に詫びの電話入れてくるし、我が輩たちへの当たりは強いけど悪いやつじゃないのかもな。ナナ、つけておこう。
いらっしゃい。おい、どっちがいい？どうする？なるほど、ありがとう。さっさと始めようぜ。さてと、なあなあ、よし、いいか？マジかよ。よし、おお、よし。ん？
かよ。やっつけちまおう。よし。とほほだな。するか。また会ったね。それにしてもすっきり。下手すぎる。俺らの正義を見せりゃ満足なんだろ。